はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。まもなく11時になろうとしてますね。今日はペースが早いわ、ほんまに。でも今日は早めに終わるかもわかりませんが、日経平均プラス354円ですね。まあ、相変わらず好調に27,799円。あんまり動いてないな、さっきと。ドル円109.95で、これ動かずですね。原油 66.89、 これもまあ、これまああんまり日本時間はそんなに動かないんですよね。アメリカ時間で動くの。はい、行きましょう。連合ニュースと言いましてですね、お隣さんの通信社が運営しているサイト、まあ、日本では時事 .com みたいなもんですね。共同通信かな、まあ、どっちでもいいんですけど、連合ニュース日本語サイトをやってましてですね、ね、不思議ですけど、時事 .com をね、ハングルサイトって作ったらいいのにと思うんですけど、どこの新聞社も持ってないんですよ、ハングルサイト。昔、朝日新聞が持ってたっていう話なんですけどね。朝日は作ってほしくないけども、産経ぐらいに作ってほしいですけどね。そう、有料にしたらいいので。有料にしたら結構読まれるんちゃいますかね、産経新聞のハングル有料サイトみたいな。なんといってもね、比重が違うわけですよ。まあ、これこの話にも関連しますけど、まあ行きましょう。連合ニュース7月21日、今日本日8時26分に出た記事でして、韓国大統領府韓日外相会談決まっていないと訂正。ソウル連合ニュース、韓国庁まで、過去大統領府のパク・スヒョン国民卒主席秘書官、は20日、これがね、今何回読んでも違和感、卒主席、卒っていうのは何なんでしょうね。前は。20日、連合ニューステレビに出演し、連合テレビニュースってあんの？あ、そうしたら通信社ちゃうの？俺、僕通信社やと思ったけど、連合って。テレビに出席し、出演し、出演ということは僕すごい違和感あるんですよ。テレビ局言われるでしょ、女は出演者に出演したっていうふうになるんですけどね、僕なんかもね、コメンテーターの時は。で、何も演じてないんですけどね、別に。ただ要は出て喋ったっていうだけで、それ出演っていうんですかね、前は。出演し、韓国と日本が来月中に外相会談を開催すると述べたが、調和でが会談はまだ決まっていないと訂正した。両国の追加協議が必要なためと見られる。もうちょっと言いましょうか。パク氏は来月中に韓日外相会談が予定されているとして、ムン・ジェイン大統領の指示により、韓日間の実務協議も続けられるだろうと説明していた。外交部はチョン・ウィヨン長官の訪日を検討していたようだが、韓日首脳会談が見送られ、チョン氏の訪日も不透明になったと見られる。韓日の外相が国際会議や韓米日の協議のためでなく、二国間協議のために相手国を訪問し会談を行ったのは、2018年4月に当時外相だったカン・ギョンファ、白髪のおばちゃんですね、氏と河野太郎氏によるソウルでの会談が最後。2018年の10月には徴用工判決が出ますから、まあ、それ以降急速に悪化したということですね。チョン氏は今年5月に英国で開かれた主要7カ国外相会合で、茂木敏充外相と会談したという、これだけのニュースでございます。これね、さっきの話ではないんですけど、こう日本側のニュースサイトではこう外相会談がやるとかやらへんとかっていうのは、まあ、ニュースにかろうしてなるかならないかぐらいの重要度だと思うんですね。ところが連合ニュースとかではデカデカとですね、トップニュースの一つになっています。トップのトップとは言いませんけどね、なってます。つまりその双方の見る目のどう言いましょうかね、その温度差があるということですね。向こうはこっちをイエーッとこう見てるわけですね。良くも悪くもですね、睨みつけてるわけです。常に睨みつけてるわけです。で、日本は別にそっち見てないわけですね、基本的に。なんかあったら、
まあ、またなんか言う、あいつらやっとりゃ言うとりゃみたいな、こういう感じなんですね。その温度差がありますんで、そのどう言いましょうかね、もう変な片思いですね、向こう側からこっちへの、もう一方的変な片思いっていうか、あの肩憎しみというか、なんていうか一方的な憎しみを持たれてると。あの憎しみだけちゃうんですよ実は。あのこれどう言いましょうね、向こうの人がではみんな日本のこと嫌いなんかって、実はそんなことないんですよ。あのこれすごい建前なんですよね、やつらのその日本あかんねんって反日やっていうのはですね、基本的に建前で同調圧力がすごいからみんなふーっとこう言ってるみたいなところがあって、ほんまはユニクロの服着たいし日本のもの食いたいし、なんせ日本行きたいしって。だからあのコロナ前は年間770万人も来てたわけですよ。コロナ前というか、あれボイコットジャパンの前ですね。ボイコットジャパンは2019年の7月以降です。それまではですね、ボイコットジャパン以前は年間750万人ぐらい来てたわけですよ。ね、それが増える傾向にあったんですけども、あのボイコットジャパンで、一気にそれがしぼんで、でコロナでもうあの実質的に物理的に来れなくなったんですね。で、でもコロナ終わったら行こう行くでっていう人がいっぱいいるわけで、多分、まあ、コロナ終わりませんけどね、そう簡単には終わりませんけども、その終わるのは待ち構えてる人たちがいっぱいいるはずです。で国としてもね、あの国もその好き嫌いはどうのこうのして関心は高いわけですよ、こちらに対してものすごく関心が高いからですね、外相会談をやるとかやらへんだけでもニュースになるわけですね。で日本では外相会談やったらニュースになりますけど、やるやらへんで揉めてるからニュースにはならない。そんなんどうでもええやんっていう、いやあの国民からしたらですよ、国民からしたらそんなんどうでもええやんっていう話ですね。あの関心を持たれるような話題ではないですね。まあ産経新聞あたりにはちょろっと出るでしょうけども、あので大体外相会談って そこでそのもうすごいことが決まるということはないわけであって、首脳会談の前後にですね、その準備とかあの後の手続きとかでやるもんであってですね、あのまあまあそれ以外にもありますけどね、当然、ありますけども、それ自体がそんなに大きな話題にはならないですね。でも向こうでは話題になるということです。だからですね、産経新聞あたりがですねハングルサイトを作ってですね、その産経的なニュースを順次流すとですね、で日本人何考えてんねんっていうのはですね、向こう人に分かるから面白いんですよ。あのどういうふうに自分たちが見られてるのかと、彼らの一番苦手なことは客観視で、自分たちを自分あるいは自分の国というものを客観視できないわけなんですね。客観視できないから、あの選手村にああやったスローガンを出すということがどんだけかっこ悪いことなのかっていうのはですね、分からないからやってしまうんですよ。で福島 あの処理水についてキャン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 言うのもですね、あの今世界でキャンキャン言うてるのはあのお隣さんだけなんですけど、それを言うことがいかにアホな言いがかり、自分たちの性格の悪さというものをですね世界にアピールしてしまってるのかって、それは分からない、それはあのどういうふうに見えてるかって分からないし、日本人がそのどう思うかっていうのも分からない。あの自分たちのあれ調理部隊を送り込んでですねお弁当作ってるのもですね、あれがどういうことなのかってようわからないわけですね。人のうちに招かれてですね、はい、ご飯食べって言ってるのに俺弁当持ってきたんやっていう、昨日池上さんがテレビでそう言ってたらしいですけど、まさにその通りだって、それを分かってればそんなことできるはずがないんですけども、それはわからない、どう見えるかっていうのが全くこう不思議な人たちですね。そのやっぱりね、日本人ってね、昔から人に迷惑かけたらあかんって言って親に教えられるでしょ。向こうはそれはないらしいですからね。人に迷惑かけまくってええんやと、まあ、そうは言わんでしょうけども、迷惑かけたらあかんっていう発想がない、こと自体がですね、おかしいなぁと。で、あのヨーロッパ系の人たちはあのかっこいいかっこ悪いって言いますよね。それをやることはかっこいいやかっこ悪いやと、だから客観視、それで自らを客観視するわけなんですけど、あの方々にはそういう発想はなんかあんまなさそうな感じがしますね。まあということで、とりあえずですね、これ貼りませんけども、この大統領府韓日外相会談決まっていない、あのニュース自体は全部読んでしまいました。
今度はですね、外相会談で揉めていると、どうでもええわって言いますけど、揉めているということを彼らは大々的にニュースにしてますよということから始まる問題でございました。まあ貼りませんけども、もう一回読みたいという方は見てみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。